アメリカのトランプ大統領は今日の夕方令和初の国賓として来日します安倍総理大臣と貿易や軍事を議論すると強調していますトランプ大統領が今メラニア夫人とともにヘリコプターに乗り込みますこの後近くの基地でエアフォース1に乗り換えて日本へと向かいますトランプ大統領は日本時間の今日未明にワシントン近郊から 大統領専用機で出発し夕方、羽田空港に到着する予定です。機内からツイッターに投稿しアメリカを代表して天皇陛下と会見し即位を祝福するのを楽しみにしている友人の安倍総理と貿易や軍事について議論するとメッセージを送りました。アメリカ政府ののはあさって予定されている日米首脳の共同記者会見で 興味深いい発表があるだろうと話しています羽田空港に到着したトランプ大統領はその後早速、都内で日本企業の経営者らとの夕食会に臨みます。